の確率を多くののにおける相対的な頻度の限界と定義します確率は反復可能な客観的プロセスによって求められる。この解釈は多くの実験科学者や世論調査員の統計的ニーズを満たしています。しかし、すべてのニーズを満たすわけではありません。ギャンブラーは通常、実験なしで確率の推定値を必要とします。 頻度主義の考え方が生まれた背景には、それまで主流であった古典的解釈の問題点やパラドックスがあります。古典的解釈では、確率は問題の自然な対称性に基づいた無関心の原則によって定義されていました。例えば、サイコロゲームの確率は立方体の自然な対称性である六面性から生じます。この古典的な解釈は、 推論のための自然な対称性を持たないあらゆる統計問題につまずくものでした。頻度主義者の解釈では、確率は明確に定義された無作為実験を扱う場合にのみ議論されます。無作為実験のすべての可能な結果の集合は、実験のサンプル空間と呼ばれます。イベントは、サンプル空間の特定のサブセットとして定義されています。ある事象については、 発生するかしないかの二つの可能性のうちの一つしかありません。ある事象の相対的な発生頻度は実験の繰り返しで観察され、その事象の確率の尺度となります。これが品質論的解釈における確率の革新的な概念である。頻度論者の主張は思考回数が増えると相対的な頻度の変化が小さくなるというものです。したがって確率とは 対応する相対頻度の限界値と見ることができる。頻度主義的解釈は、確率の定義と使用に対する哲学的アプローチであり、いくつかのアプローチのうちの一つである。この解釈は、自然言語の交互表現における、確率という概念のすべての意味合いを捉えようとするものではありません。解釈としては、確率論の数学的効率化と対立するものではなく、 むしろ数学的確率論を現実の状況に適用する方法の指針を提供するものである。特に、ベーズ的解釈と比べたとき、実践的な実験の構築と設計に明確な指針を与えている。この指針が有用であるかどうか、あるいは誤った解釈をしがちであるかどうかについては、論争の的となっている。特に、 確率の頻度解釈が頻度論的推論の唯一の可能な根拠であると誤解されている場合が多い。例えば、ピーチに関する記事には、ピーチの意味に関する誤った解釈のリストが添付されており、論争の詳細は統計的仮説検定に関する記事に記載されています。ジェフリーズ・リンドレーのパラドックスは、同じデータセットに適用された異なる解釈が、結果の 統計的優位性について異なる結論をもたらすことを示している。ウィリアム・フェラーは次のように述べています我々のシステムには明日太陽が昇る確率に関する推測をする場所はない。それを語る前におそらく無限にある世界の中から一つの世界が無作為に選ばれるというようなモデルに同意しなければなりません。このようなモデルを構築するには ほとんど想像力を必要としませんが、それでは面白くないし、意味もありません。フェラーの発言は、別の確率解釈で、日の出問題の解放を発表したラプラスを批判したものである。ラプラスは、天文学と確率学の専門知識に基づいて、出展に明示的かつ即座に面積事項を記載したにもかかわらず、その後2世紀にわたって批判が続いた。 ヒンド主義の考え方は、アリストテレスが、周字学で次のように書いたことが、伏線になっているかもしれない。確率とは、ほとんどの場合、起こることである。The Probable is that which for the most p a happens は、1837年に、客観的確率と主観的確率を明確に区別したその後、ミル、エリス、クルのフリースがほぼ同時に出版し、 ヒンドロン的見解を導入した。ヒンドロン社は、ベンが徹底した解説を行ったを20年後に発表した。これらは、ブーレイやベルトランの出版物によって、さらに支持されました。その次の世代は、古典的な推論統計学のツールを、すべてヒンドロン的な確率に基づいて確立しました。あるいは、ベルヌーイは、品質確率の概念を理解し、 1713年に重要な証明を死後に発表しました。彼はまた主観的な確率を評価したことでも知られています。ガウスとラプラスは、ポアソにより一世代前の一世紀後に最小事情報の同質に品質論的確率を用いた。ラプラスは古典的な確率の候補とはなり得ない、証言、死亡票、裁判の判決などの確率を考慮した。 このように考えると、ポアソンの貢献は、逆な確率解釈を鋭く批判したことにある。ガウスとラプラスによる批判は、控えめで暗黙の了解であった。彼らの後の導きでは、逆確率は使われていませんでした。20世紀初頭の古典的統計学に貢献したのは、フィッシャー、ネイマン、ピアソンの3人です。フィッシャーは統計学の大部分に貢献し、有意差検定を、 実験科学の中核としました。ネーマンは信頼区間を定式化し、サンプリング理論に大きく貢献しました。また、ネーマンとピアソンは仮説検定の作成でコンビを組みました。ネーマンとピアソンはペアで仮説検定を作った。全員が客観性を重んじていたので、確率の解釈としては頻度論が最適だった。全員が無関心の原則を用いて、 事前確率を選択した逆確率に疑いを持っていました。フィッシャーは次のように述べています。逆確率の理論は誤りの上に成り立っており、完全に否定されなければならない。研究者のための統計手法よりと述べています。ネーマンが純粋な頻度論者であったのに対し、フィッシャーの確率感はユニークで両者とも微妙な確率感を持っていました。 フォン・ミーゼスはこの時代、ヒンドロンを数学的、哲学的に組み合わせて指示していました。フリクエンティスト・プロバビリティを参照フリクエンティスト・プロバビリティを参照。ありがとうございます。